大豊町の山あいをピンク色に染める桜。ここは町に U ターンしてきた夫婦が15年ほど前から整備してきた花の里です。四季折々の花を咲かせて季節によって表情を変え、人々の心を癒します。この庭園の名前は夢が来る里と書いて村里。整備する都築雅子さん、78歳です。この春を特別な思いで迎えていました。びっくりですね。重篤な状態になってるっていうのが分かってなくて、これは本当に大変なことだっていうことだけが頭に残ってね、早く治さなきゃいけないとか、そんなことばっかり考えてね、舞い上がってましたね。病気を乗り越え、初めて迎える春を追いました。大豊町大平地区、ここにある花の里、村里です。敷地はおよそ2万平方メートル。四季折々の花が咲く楽園です。その評判が口コミで広まり、3月から5月にかけての花が咲く時期には月に200人以上、年間ではおよそ1500人が訪れます。村里さんの大ファンで毎年訪問させてもらってるんですよ。この里と一緒にこういうお人柄の人に触れると、もう本当にユートピア行きだなって心が癒されます。この村里を整備する都築克久さん、雅子さん夫婦です。この日は高知市や四万十町から合わせて22人の団体客のほか、土佐市の親子が訪れ、雅子さんはお茶を出したり案内をしたり大忙しです。これを倒れたら自分が取れるね、釘を買ったら取れるっていう風な遊びをやってた。で、チャンバラごっこね、男の子やったらチャンバラごっこしたり。雅子さんは1968年、同じ大豊町出身の克久さんと結婚。会社員として働く克久さんと共に大阪で生活をしていました。そして克久さんの退職後、2008年に大平地区に U ターンしてきました。以来夫婦二人三脚で自宅周辺や近くの耕作放棄地に花や木を植え、庭作りを始めました。毎年春に庭園を彩る花桃、遅咲きの御殿場桜と桃源郷のような景色を織りなします。今では300種類の草花が四季折々の表情を見せます。集落の人がお買い物に行った時に休むところがあったらいいなっていう感じで始めた庭なんですけれども、だんだんとエスカレートしてきて雅子さんには大切にしているものがあります。夢ノートと書かれた8冊のノート、そこには叶えたい夢を文字や絵で記しています。だいたいここに書いて、こういうふうにしたいんだっていうのを人に喋るんですよ。そしたら不思議なことにそれがね、何年後かに叶っていく不思議な夢ノートです。2006年の夢ノートには自分の作品を展示するギャラリーのイメージ図を書いていました。5年後、大平地区の庭の一角にギャラリー村里が完成。夫婦で夢を一つ一つ叶えてきました。村里では10年前から高知大学地域協同学部の学生たちが庭園作りを手伝っています。3月10日、
学生たちも協力し、地域に交流できる場所を作ろうと、近くの集落活動センターで子ども食堂が開かれました。雅子さんは、生姜や月桂樹など、6種類の薬草を煮込んだ薬膳スープを使ったカレーライスを作り、子どもたちに提供します。めちゃくちゃ美味しいです。大きな庭園を優待移住者の方が作り上げた庭園を、まあ、私たち学生が一緒に管理させていただくっていうのがすごい、まあ、こう誇りに感じたり、やっぱ人柄がすごいいいので、孫のような感じで接してもらったり、とっても優しくて、やっぱ2年間村里と関われてすごい良かったなっていうふうに思います。地域を元気にしたい、そう願う雅子さんですが、去年大きな病気が見つかりました。夏に検査で腹部の大動脈に異常が見つかり、さらに9月に心臓の冠動脈が詰まりかけていることが分かりました。医師からは早急な手術が必要と告げられました。びっくりですね。自分のことなのに、それほど重篤な状態になってるっていうのが分かってなくて、 CT とかその部署を見せてもらって説明をいただいたら、ああこんなになってるんだというので、もう即手術してくださいって、これは本当に大変なことだということだけが頭に残ってね、細かいことがあんまり自分の頭に残らないけども、早く治さなきゃいけないとか、そんなことばっかり考えてね、舞い上がってましたね。実際のところ10月、雅子さんはおよそ9時間にわたる心臓の手術を受け、12月腹部大動脈瘤の手術も受けました。結果として良かったので、私割とね、何事もプラス思考に考える方なので、早く見つけて手術してもらって良かった、本当に元気になって良かったって、思ってます。新型コロナの影響で手術後も夫の勝久さんと会うことは許されませんでした。雅子さんは心配をかけないようにと、病室での様子をインスタグラムで投稿していました。気がついたらオペ終わっていました。手術大成功、ありがとうございました。いただいた命、大切に大切に、村里を愛してくださる皆様のために使いたいと思います。一人で病と向き合う中、雅子さんの支えになったのは、SNS で送られてくる村里で出会った人たちからの励ましのメッセージでした。村里を訪れてくださってるお客さん方が、もうみんながエールを送ってくれるんですよね。それが一番その励みになりましたね。今まで何気なくやっていただいてたことを、もうすごく感謝、もうすべてに感謝感謝ですよ。雅子さんは手術の影響で今も重いものを持つことができないなど、以前より活動は制限されていますが、できることを一つずつこなしています。今までのように機械を使っての草刈りはやめようと思って、で手作業、草引きとかは普通にバリバリとやっていこうと思ってます。50年前、大平地区には94人が暮らしていましたが、現在はわずか16人になりました。だからこそ村里に花を咲かせ、かつてのにぎわいを取り戻したい。それが病気の自分を支えてくれた人たちへの恩返しだと雅子さんは話します。ここに訪れて
くださったその皆さんに綺麗な花を咲かせて見ていただくっていうのがもう恩返しになるのかなと思うので、できる限り、守っていきたいと思ってます。300種類の草花が四季を料理の表情を見せる村里。雅子さんにはこの春新たな夢ができました。今描きかけてるのはその下のこれから作る庭園。それは村里の近くにある空き家をカフェや飲食店に改修し、さらにステージを設けて訪れた人たちが楽しめる場所を作るという夢です。テラスができたらすっごい景色が見れると思うので、この村里全体を見渡せるので、そんなみんながわーっていうような場所にしていこうと思ってます。病を乗り越えて迎えた春、花の里に雅子さんの夢が咲き誇ります。二人で仲良く村里を盛り上げていくことが目標。